やばい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 。おい。マジマジ。ハロー皆さんこんばんは、プチプチです。今回ですね、タイマンやっていこうと思います。DM でですね、なんとこんなメッセージが来ました。おいプチプチ、お前の動画見たけど、クソ弱くね、俺とタイマンしろ、ぶっ潰したるわ。とかね、来ましたいろいろ。まあ、多分ノリです。で結構前にこの人からいろいろコメントとか来たりしてるんですけど、結構ねいいコメント多いんですよ。で知り合いがちょっとタイマン動画出してて、俺もなんかこういうの来ないかなってツイッターでつぶやいたら案の定来たという形なので、多分ノリです。優しいでしょみんな。なんか俺の動画に貢献してくれるっていうのがすごく嬉しい。でもこれ本当だったらちょっとやばいよね。うん、本当に本当にタイマンちょっとふざけんねみたいな感じで申し込んでて、それを俺優しいって勘違いしたらちょっとあれだよね。まあ、やっていきましょうタイマン。さあやっていきましょう。まあ、今回ですねタイマンなので、まあ、タイマンルールをちゃんとあります。まあ、勝ったらね、あの倒したりしたらちゃんと現地に戻らなきゃいけない。現地に戻るってなんだよそれ、どこの遠足だよ。とりあえずやっていきましょう。まあね、タイマン申し込まれたからには勝ちたい。そう、僕はそう願っているけどね、願っているんだけど、俺意外と弱いからさ、痛い。どこに行った？あそこか。やばい。おいマジマジ。ということで1キルしましたね。よし、これで多分いけるはずだ。よっしゃ、もうボロボロにしてやろう。もうボロクソにしてやろう。よし、オッケー。まあ多分ね、普通にいい多分視聴者さんだと思うんだよね。別にアンチでもないんですよ。アンチじゃないから別に多分普通に優しい人だと思うんだよね。でちょっとやっつけちゃうのはちょっとかわいそうだなっていうのもあるけど、これでこんなこと言っていて俺が負けたらちょっとあれだよね。あ、やった、引き分けって一番いいところは、あの勝敗を半分ずっこできるところが一番素敵。まあ今のところ僕が勝ってますね。よし、やっていこう。まあね、タイマンねそんな僕やらないから、多分ねこの動画で多分ねタイマンしろやってね、多分ツイッターのサブアカで、サブアカの DM でめちゃくちゃ来ると思う。ツイッターね、DM ね、サブアカしかね、開放してないから、そう、多分サブアカに来ると思う。はい、オッケー！お疲れちゃーん。さあ、いいよ、どんどん行ってこう。今のところ、2キルしてる。相手より。うわ！やべ！やられた！なんで凝視なんだよ。なんでガチ方向そこまで凝視するんだよ。いいね、強いね、タクト君。タクト君だっけ、名前待って見てなかった。いいね、強いね、普通に強いよ。オッケー、今五分五分だからね。オッケー、いいぞ。ある程度ね、この辺塗っとこう。オッケー、お疲れー、やったぜ。さあ、まあ、今2キルオーバー中です、オーバー中。まあ、多分今の時間帯だったら多分いけるかな。よし、オッケー。頑張っていこう。これで負けたらちょっと大恥かくけどね。来るな。上から来るな、あれ。降りてこい。降りてこい。うわー、やべえ！畜生！今俺ちょっとやったと思ってたわ、少し。やったと思ってただけで、実はやりたいなっていうただの願望でしかなかった。ただそれだけだった。よし、行くか。最近ね、本当にね、スプラトゥーンの伸びが悪い。なんでかっていうとね、多分ね、スプラトゥーンを愛していないからだと思う。俺はきっとスプラトゥーンを愛していないから、スプラトゥーンに愛されていないんだ。きっとそうだ。はい、やばい。スペシャル使っていいのね。
俺スペシャル使っちゃダメだと思ってたわ。マジで。じゃあ俺思う存分スペシャル使っていくぜ。こうなったらスペシャル使っちゃえよ俺。いいの使っちゃうからね俺。普通にスペシャル男と言われるぐらい、お前マジスペシャルだなとかね、合コンで言われるぐらい本当にスペシャル使っちゃうから。合コン行ったことないけど大丈夫。 OK。 ちょっとこのスペシャルは1回だけ使えます。なんかねちょっと悪い気がする、スペシャル使うとまあさっきねあえて1回スペシャル使ってきたから、まあ平等という感じで1回使いました。 OK。 まあもう次から使うのやめよう。だってスペシャル使うとね、タイマンの意味なくなっちゃうもんね。オッケーオッケー。この辺塗っとかないとさ。やった、イエーイ、ボムで倒した。残り10秒ということで、多分俺の勝ちかなこれ。よし3、2、1、6。よしよし、やばばよし、はいよし、はい、何でもないです。はい、やってみましょう次。では2戦目やっていきましょう。バッテラストリートですね。まあ、バッテラスタリ、ステ、ステ、バッ、バッテラストリートって、なんか普通に、読み間違えるよね。バッタストリートって俺読み間違えるんだけど、ね、バッタがたくさん、1、2、1、2ってこうなんか、進んでいくストリート。かわいい。なぜかそこに可愛さが出てくる。オッケー！いいね、タクトくん。いいよ。今のところ俺が1戦1勝0敗。 OK。 どこから来るかな。上だ。おっと待って待って待って、ほっと待った。あー引き分け。うわ引き分けなんか多いねやっぱタイマンって。引き分けって本当によくわからないよね。なんで勝敗を決める戦いになんで引き分けを取り入れていくのか僕にはちょっとよくわからないね。勝敗を決めるためにやってるのにさ、勝敗決まってないじゃんね。どんな人本当によくわかんないもんね。よしよし、これでここで隠れていくスタイル。さあボクシーどこにいるかわかりませんよ。どこだ、え、こっち来なよ、こっち。オッケー、かくれんぼ作戦成功。よし頑張っていこう。まあ、今のところ勝ってますね。まあ、でも五分五分な戦いだよね。うん、五分の戦い五分五分が言えないとこうなる。五分五分の戦い。うわやべえ、やっちまった。やべえな、これはちょっとやばいぞ。巻き返せられ、され、さ、巻き返されるかもしれない。最近ね、ジブリのあれにハマってるポニョ、うん、なんだっけ、橋の上のポニョ、あ、違う、なんだっけ。オッケー、ポニョポニョポニョ、魚の子、崖の上から落っこちたっていう替え歌ありましたよね。この替え歌が俺好きでたまらない。はい、オッケー、決まった。よし、まあ、タイマンって言ってもなんかもうほとんど遊びみたいなタイマンだよね。うん、なんて言うんだろう。おい、喧嘩しようぜ、このうまい棒をかけてな、みたいな感じのね、不良のなんか若干可愛らしさが出てるよね。よっと。イェイ。よし、いけるぞ。これは勝てる。なんかね、イカ速つけていつもさ、やってたからさ、なんていうの、スピード遅くなった。オッケー、隠れ身の術。俺多分きっと忍たま乱太郎の劇場版に出てそうな気がするわ。隠れんぼずっと動画出してるしね、いつかオファー来ると願ってるわ。うわー、ちょっと今のエイムがめちゃくちゃ定まらなかった。え、どれぐらい定まらなかったっていうと、定まらなかったって言えないぐらい定まらなかった。やっていきましょう。まあ、いい感じの戦いですね。なんかすごい圧勝ってわけでもないし。おっと絶対隠れてるのももろバレだったよね。よし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 。
どこ行った？あー引き分けだ。プロモデラー MG か。 MG って何の略なんだろう。マジックガンダム。いやーそうかもしれない。きっとマジックガンダムの略かもしれないな。やべやべ、あーやっちまった。ちょっと逃げないで次戦えばよかった。まずいな、残り27秒、多分あと1戦ぐらいかな。いくか、あと1戦決めてるぜ。おっしゃ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 。うわやっべ、やっちまった。これやばいんじゃない。結構さあ詰められたかもしれない。4、間に合うか、間に合わないな、きっと。間に合わないわ。間に合いません。はい、もう、はい、電車遅刻。はい、もう会社遅刻。学校遅刻。結果発表！さあ。あ、やった、勝った。1カウント。え、なんで？俺なんもやってないのに。え？何キル？ 9 対6ということで、無事、僕の勝利ですね。ということで皆さんご視聴いただきありがとうございました。まあ、今回多分、タイマンやった人は普通の視聴者さんだと思うんですよ。ということでね。またね、なんかこういうのコメント来たら、DM で来たら、多分タイマンやろうかなと思ってるので、また次回やっていこうと思います。もしこの動画面白いなと思ってくれたら、チャンネル登録、高評価ボタン、Twitter の方フォローよろしくお願いします。ということでまた次回お会いしましょう。いいかよろしく。